北海道与一工事高等学校は北海道与一郡与一町にある公立の高等学校、教学。制服赤子は学生服だったが現在はブレザーのジャケットにチェック柄のズボンとの組み合わせの制服に切り替わった。宇宙飛行士の毛利守マモルと著名なスキー選手を輩出したことで知られている。演芸家の生徒で構成された独自の組織。 農業クラブがあり、この農業クラブは全国の農業高校にある。この農業クラブは普段は即売会中心に活動しているが年に3回ある全国農業高校大校の大会でも活躍している。なお2005年には大会の一つである弁論大会の全国大会で見事全国第2位に受賞した生徒がいる。2003年に 新たな教科システムが設立し園芸科生徒は2年生に進級すると専門知識を勉強する野菜班、果樹班、食品班の3つのコースを選択し受講するようになる。野菜班は野菜、花など中心に果樹班は果樹を中心に学ぶ。食品班は食に関する基本知識のかに果樹班が校内の果樹園で収穫した果物や畑で 収穫した野菜も用いて、ジャムなどの加工品をこしらえ、余市町内を中心に行われる即売会で販売している。近年この即売会は町内にとどまらず、小樽市や札幌市などの場所で近隣の高校と共同開催しており、さらなる発展を目指している。最寄りの鉄道駅は余市駅であるが、4km 程度離れている。バスは、 国道229号沿いの北海道中央バス、水産試験場前が最寄り停留所で、他にスクールバスが設定されている。あまり、暮れない祭りといい、1学期の期末試験終了後に準備を始め、夏休み前の金、ね、土曜日の2日間かけて行われる。1日目は各クラスで創作したみこしで町内を回り、体育館にて、各クラスで練習したステージを披露する。二日目は、 校舎前にて、各クラス、農業クラブ、PTA でも擬店を出店する。また、生徒会と放送部が連動して、有志発表などの企画を催したりもする。白洋会と呼ばれている。ありがとうございます。